ユーストリームのご覧の皆様、こんにちは。 PHP 総研の宮下です。本日はロンドン五輪を目前にしまして、我が国のスポーツビジョンについて議論してまいります。金メダルはいつ取れるのかという個人的な興味もありますけども、ただ昨年にはスポーツ基本法が成立いたしまして、スポーツ庁の設置に向けた動きもあります。そういったことで我が国のスポーツ政策は大きな転換期を迎えていると思っております。本日はロンドン五輪を開幕を一つの契機といたしまして、オリンピックの現代的意義やスポーツ政策の方向性を議論してまいります。本日はこの問題を論じていただくのにふさわしい専門家の先生をお三方お招きしております。まずお一人目は株式会社スポーツ21エンタープライズ代表取締役の三ツ矢陽子さんです。三ツ矢さんは産経新聞記者を経てフリースポーツジャーナリストになられまして、内外スポーツ事情を取材されてまいりました。1980年にスポーツ21エンタープライズを設立し、代表取締役に就任しております。その後スポーツビジネスコンサルタントとしてスポーツ産業の施策提言などに関わってこられました。 J リーグ理事として長年の貢献が認められまして、1999年度日本プロスポーツ大賞功労賞を受賞しております。2009年より法政大学スポーツ健康学部教授も務められております。お二人目はスポーツキャスターの陽子ゼッターランドさんです。陽子さんは6歳から日本で育ちまして、早稲田大学ではバレーチームを関東大学リーグ6部から2部優勝までに導かれております。その後単身渡米し、アメリカナショナルチームのトライアウトに合格して、女子バレーのアメリカ代表として92年バルセロナ五輪で銅メダルを獲得されております。また96年にはアトランタ五輪で7位入賞されております。で、97年にダイエーオレンジアタッカーズ、現在の久光製薬スプリングスとプロ契約いたしまして、99年6月に引退をされ、数々のタイトルを獲得されております。現在はスポーツキャスターとして各種メディアへ出演されるほか、後進の指導など幅広く活動をされております。また現在は日本サッカー協会の理事や、それから日本バスケットボールリーグの理事なども務められております。で、最後のご紹介になりますが、3人目の先生は早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授の平田武夫さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。平田さんは通商産業省入省後、プロリーグ化検討委員会に参加され、 J リーグ発足にご尽力されました。日本サッカー協会国際委員としてワールドカップ日本招致にも携わりまして、資源エネルギー庁石油天然ガス課長を最後に退官された後、2002年日本サッカー協会専務理事に就任されました。なでしこジャパン誕生や、あるいは女子サッカー、それからフットサルの普及に大変ご尽力されております。で、2006年からは早稲田大学の方で教鞭を取られておりまして、現在は日本スポーツ産業学会理事長、それから日本陸上競技会連盟の理事などを務められております。なお、この本番組でご質問などがございましたら、ハッシュタグ PHPTV へお送りください。頂戴しましたご質問をすべてお受け答えすることはできないかもしれないんですけども、できるだけ取り上げてまいりたいと思っております。それではちょっと冒頭が長くなりましたけども、早速ですね、本日のテーマに入ってまいりたいと思っております。
でまず、先生方からですね、自己紹介を兼ねまして、それぞれの立場からロンドン五輪で注目されているポイントについて、非常に自由に、あるいは率直にですね、いろんなご意見をいただけたらと思っております。ではまず、三谷さんから、お願いいたします。はい、三谷です。先ほどご紹介いただきましたけれども、スポーツジャーナリストをやった後にですね、なかなか食べていけないので、1980年からスポーツビジネスコンサルタントという、企業に対してスポーツ情報を提供する、あるいはいろいろなコンセプト作りをお手伝いするということで、スポーツビジネスコンサルタントという、自分で作った肩書きなんですが、それで仕事をしてきました。企業とか、それからいろいろな省庁のスポーツあるいは健康政策に関する委員会などでもいろいろ提言はさせていただいてまいりましたが、ここ15年20年ぐらい前からですね、J リーグが地域密着ということを言っておりまして、そこですごく関心があるのが、スポーツとまちづくりなんですね。でロンドンオリンピックはもちろん日本選手の活躍とか、世界 の, トップ選手の活躍も楽しみなんですが、スポーツとまちづくりという視点から私は注目しています。いろいろ調べてみますと、3年前に、私はロンドンで行われたスポーツビジネスコンベンションという、2日間の会議にちょっと参加して、あちらの空気をちょっと体感してきたんですが、まだ地下鉄の工事も真っ最中というところでした。でそこでオリンピックパーク、視察に行ったんですね。まだ工事中のメインスタジアム、それから水泳センター、国際メディアセンターというようなところを見たんですが、後でいろいろ調べてみますと、ロンドン市が、再開発計画、ロンドンの東部なんですけれども、そこを15年から20年かけて再開発再生していくというロンドンプランというんですが、そうしたものの流れの中で、オリンピックパークエリアを開発しているということを知りました。で現地に行って、オリンピックパークの地図いただいたので見てみますと、そこで注目したのが、大会後その施設がどう使われるかということを、その地図のそれぞれの施設の紹介のところに書いてあったんですね。でよくオリンピック、あとはサッカーのワールドカップのメインスタジアムは5万人とか7万人、10万人みたいな、非常に大規模なメインスタジアムを必要とするんですが、必ずその後1年後どうなってるかという記事が新聞で載るんですね。そうすると誰も使われていない、もうこんなお荷物どうしたらいいんだというですね、非常にマイナスなそのニュースが載ることが多いですね。北京オリンピックも巨大な鳥の巣、観光地としては、注目されてるんですが、巨大なものをですね、どうしたらいいか、7万8万の観衆で埋めるのはすごく大変ということで、このロンドンのオリンピックパークを見てみますと、例えばオリンピックスタジアム、オリンピックの時にですね、メインのスタジアムとなるところは座席数が8万なんです。で驚いたのは、そのうちですね、大会後に撤去する、座席が5万5千で、2万5千を残して、陸上競技場とか、それから地域のイベント、文化イベントなどに使うということでですね、半分以上を撤去するという計画は私は初めて知りました。でそれ以外に、例えば水泳センターを保育所や、それからカフェなどを併設させて、パブリックプラザをにするとか、それからバスケットボールアリーナは解体して、他の地域に移設する、自転車競技場は、市民とそれからトップ選手の自転車競技施設として、あるいはマウンテンバイクもそこでできるということでですね、非常に細かく大会後の施設利用が計画されていて、これに私は注目しておりますので、大会後どういうふうに使われるかということで、大会が終わってあと1年後ぐらい、もう一回そのあたり注目しつつ、楽しみたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。東京2020年の五輪招致にかかる問題だと思うんですって、はい、また後ほどいろいろお聞かせください。はい、
では絶対ランズさん、よろしくお願いします。はい、ようこ絶対ランズです。今日は本当にこの番組に参加させていただけるのをとても、楽しみにしておりました。私は、プレイヤーを引退して今年で13年目になるんですけれども、これまでそのプレイヤーとして成績を残す、あるいは身体能力であったり技術であったり、そういったところをこう向上させることに集中していたところから、今度は現役を引退してから、そのスポーツを取り巻く環境ですね、これまで我々プレイヤーをサポートしてくださっていた側の方に立ってですね、どのようにいろんなそのジャンルがそのスポーツ発展のために寄与してくださっているのか、その縁の下の力持ちの部分を見させていただいたり、あるいは携わらせていただいたりということで、本当に新たな発見であったり、そうですね、考えさせられるところも多々あったんですけれども、特にその中でですね、自分自身がプレイヤーであったときに取材される立場であったところから、今度は逆にスポーツキャスター、あるいはレポーターとして選手を取材する側になったときに、メディアとスポーツの関わりということに関してですね、大変興味を持ちまして、私自身のその研究テーマとしてもずっとここまで続けてきているんですね。やはりそのアスリートが生の声でそのスポーツの価値ですよね、勝敗の結果というのは自然とこう報道されていくものだと思うんですけれども、その選手の考えであったり、あるいはそうですね、哲学であったり、そういった部分をこうダイレクトに発信できる機会がとても増えてきたと思うんですね。それゆえにその発信の仕方というものも問われてきている時代になっているのかなということを感じています。特に今回 の、 そのロンドンオリンピックでは、ソーシャルメディア、はいはい、それがどのようにこう活用されていくのか、どうスポーツを伝えていくのか、変えていくのかっていうところの記事も結構多々出ておりますので、そのところをですね、もちろんオリンピック委員会もそうだと思うんですが、そのようなこう情報を発信できるツールがたくさんあるということをですね、アスリートがしっかりとこう把握してですね、自分たちがどのようにしてそのスポーツからこうメッセージを発信していくのか、そのオリンピックにおけるそのスポーツの価値、それが社会にどのように価値をこうもたらすといいますか、いい作用をこう働かせるのかということをですね、発信していけるようなことをこう考えていってくれるのかなということもちょっとこう期待しながら、ロンドンオリンピックを見ていきたいと思います。ありがとうございます。確かにそうですね、4年前と比べるとフェイスブックとかそういうのもなかったですね、はい、双方向のコミュニケーションというのは非常に大事なのかなと思っております。わ、はい、かりました。それではちょっと最後になってしまいましたけれども、はい、平田さんいかがでしょうか。じゃあ今日は2人の陽子さんとそうです、ね、非常に光栄に思います。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。私はもういろんな関心があるんですけれども、やっぱりこのロンドンオリンピックってこれ今までの歴史で3回目なんですね、はい、で1908年に始めありまして、はい、その後1948年なんですけど、はい、なんと日本が出るのはといいますか、日本が選手団を送れるっていうのは今回が初めてなんですね。だからこうどうなんですかね、メディアの皆さんもこうロンドンオリンピックで日本が金メダルをどう取りますかっていうのも非常に大事なんですけども、そうですね、やっぱりなんといってもオリンピックってこう世界の平和をですね、こう希求するというのがこう大事な理念だと思うんですね、うん、でそのオリンピックというその平和の祭典にですね、うん、日本が参加できること自体がこのロンドンオリンピック3回目にして初めてだという、まあ思い起こせば1908年ってまだ日本が不平等条約に悩んでた頃ですよね、はい、でそういうスポーツどころではなかった国でありましたし、1948年っていうのはこう、まあ、不幸にしてこう、うん、第二次世界大戦のこう戦火がまだ残っている頃でありまして、でそういう、中で日本がどのようにこう、こうプロセスを経てですね、はい、国が大きくなった、国民が元気になったっていうことだけでなくて、スポーツっていうものをですね、どのように日本の国がこう捉えてきて、うん、そういうことがこうもちろんこうそんなことを誰も覚えてないわけですけども、はい、それをこういいこう伝え方になると思うんですね、この若い人たちにも、うんうん、だからこうメディアも
僕たちこうスポーツ界に携わる人もですね、そういう平和の祭典、日本が初めて派遣にできて、それがどのようにこう日本の国という中でスポーツがその発展できて、そして世界に参加できているかっていう、もう一度こう再認識できる、そういった場合になるといいのかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。そうですね、確かになかなかテレビ報道とかですね、すぐ私も個人的興味で、まあ、メダル数の獲得がそういうのに注目してしまうんですけども、まあ、そういうことですね、幅広く今日は議論できたらなというふうに思っております。ありがとうございます。で、そういった中でお話いろいろいただいたんですが、ただ今回もう一つテーマとしてあるのかなと個人的に思っていますのは、今回のロンドン五輪 の, その代表選手ですねが、どっちかというとその女性の方が非常に多くなってきているということがあります。で、まあ、なでしこジャパンもそうですし、あるいは、まあ、女子バレーも活躍が非常に期待されておりますけども、まあ、ある種日本社会の今草食系男子がこう増えてきて、なんかそういう国の情勢も現れているのかなって気もしないでもないですが、そういった中でですね、なんかこれから非常に女性がスポーツの中で活躍されていくというのが非常に期待感があるんですけども、どうでしょうか、なんかそれぞれ、これについてコメントあればぜひお願いしたいなと思っておりますが、はい、新聞、これ今朝の日刊スポーツなんですが、ちょうどこれ、はい、頼れる女の五輪再びって書いてあってですね、とにかくこの頃オリンピックが始まるとメダルの計算が始まって、で柔道、レスリング、マラソンという、いずれも女子選手に注目が集まるんですね。それで私は仕事を通じてスポーツ界というのは非常に男性主導の世界なので、はい、なんとかその女性の声も入れて、よりそのスポーツを健全にというか、まあ、いい方向に広がってほしい、強化もしてほしいというふうに長く思っております。で、女性スポーツ財団日本支部 WSF ジャパンというんですが、まあ、任意団体ですけれども、それを1981年に作りまして、まあ、そうした女性の視点から、いろいろな提案をしていきたいということで活動してきました。で、まあ、そういう視点から過去のオリンピックの女子の参加人数、うん、選手数、それからメダル獲得数で、さらにその日本選手団の中には本部役員という、まあ、バックアップする体制ができているんですが、そこの本部役員の数の男女比率を円グラフでまとめてみたんですね。で、それをですね、アトランタ五輪から始めてみました。アトランタ五輪というのはですね、一気に女性の選手が増えたんですね。あ、ここ出していただきましたけれども、で、このオレンジ色が女子、で男子がグリーンで、まとめましたけれども、そうしますともう一目瞭然、アトランタはですね、女性が 48% 一気に増えた時代、この時に女性のオリンピックという見出しが本当にいろいろなマスコミで取り上げられて注目されました。で、この時のメダルの数、7個7個で 50% で、この時の本部役員数を見ますと全部グリーンですよね、女性が一人もいないという、もちろんバックアップするスタッフの中にはいらっしゃいますが、本部役員はゼロなんです。で、その次のシドニーオリンピック、見ていただきますと、女子は 48% まで大体半分に近い。で、右側上メダル獲得数、見ていただきますと、女性が4分の3ぐらい、頑張って取っていますね。これだけ活躍したにもかかわらず、本部役員は、このようにですね、10人の中たった1人という状況なんですね。ではその次のアテネはどうでしょうか。見ていただきますと、初めて日本のオリンピック史上初めて、女子の選手数が男子を上回って 55%、
でメダル獲得数は、まあ、男子が少し頑張りまして、女子17個に対して男子が20個ですね、うん、で役員数はですね、10人中女性が1人というふうになっています。ではこの間の北京オリンピックを見てみます。そうしますと選手数がだいたい1人だけちょっと男子の方が多いんですが、まあ、50% でメダル獲得数、1つ女子が12ですか、男子が13というふうになっていますね。で去年は前回も女性が1人、となっております。では今回のロンドンオリンピック、まだメダル獲得数は分かりませんが、再び先ほどの新聞の見出しにあったように再びとあるんですけれども、女子の選手数が多い。で相変わらず女子の本部役員橋本聖子さんですけどもね、が1人というふうになっておりまして、これはどんなものかな。サッカーのなでしこジャパンと男子の、まあ、五輪のチームが同じ飛行機に乗って、男子はビジネスクラス、女子がスーパーエコノミーというね、同じ飛行機で飛んでた、ということはずっとサッカー協会の中では当たり前だったそうですけども、もうこんなもんだというふうに考えるとなんかおかしいんじゃないですかというふうにこの数字を見ても思います。わかりました。どうもありがとうございます。非常に詳細なデータを出していただきまして、今のその選手の状況とそれから運営側のその男女のちょっと関係が、ややちょっと違うんではないかというご指摘だったと思いますが、実際どうですか。五輪にも実際出られて、で今はそのまさにお話もあった通りサポート側に生まれている中で、はい、三谷さんのお話を受けて何かご意見ありますでしょうか。そうですね、本当に特に、ま、アスリートの数がとても女性が増えてきたっていうのは、分かりますし、それからまた特に役員の方意思決定機関ですよね、そういったところでもやっぱりその女性の登用をということで、ま、少しずつそれが、ま、形というか数字になって現れてきているのかなというのを先生の資料を拝見して思いました。そうですね、元アスリートの立場から、はいはい、申し上げますと、ちょっとこれは先ふと思ったことでもあるんですが、我々がこうプレーをしてこう結果を出していくときにですね、それこそこう、フェミニンな部分ですね、女性的な部分、それはまあ身体も含めてですけれども、そういったところをこう忘れてですね、トレーニングにこう取り組むっていうことを自らもしますし、それを求められることがすごく多いんですよね。まあかつてそうですね、まあ、マラソンとかもそうですけれども、限りなくそのやっぱり男性に体をこう近づけていく、まあ、それは筋力もそうですし、同じというわけにはいかないですけれども、近づけていくことによって女子の成績が上がってきているということが、まあ、近代 の、 そのスポーツ科学のおかげもあって、出てきていると思うんですね。まあ、それでいきますと、例えばアスリートとしてのメンタリティというものを考えたときに、本当にその勝ちたいとか強くなりたいとか、そういうことは多分男性と変わらないメンタリティもあると思うんですね。ただそれが本当に身体機能としてのその性差があるという、部分が、どういうふうにこう違いをこの競技とかシステムの中で生んでるのかなということをちょっと思ったりもしたんですね。で実際に昨年、女子のなでしこジャパンですね、ワールドカップで優勝しまして、それはものすごく女性の特に日本の中でスポーツのサポートにつながったと思うんですね。非常にいい追い風になったと思うんです。と言いますのは、まあ、JOC でマルチサポート事業というのがあるんですけれども、まあ、その中で、まあ、女性アスリートをこうどういうふうにサポートしていったら今後、まあ、より良いその競技成績を残すことができるかという環境づくりにやっと取り組み始めたというところがあるんですね。ですのでそれはまあこれからというところだと思いますし、まあ、その日本の女子スポーツ界がアジアのやっぱり女子スポーツをリードしていこうという方向が少しずつ出てきたということでは、いい傾向にあるのかなと、まあ、もちろん課題は山積してますけれども、はい、それでも遅まきながら、ゆっくりとした一歩を踏み出せたのかなという感じがしています。あ、そうですか。ありがとうございます。
で今ちょうどそのなでしこの話、まあ、去年日本中が沸いたわけですけども、そういった中で、まあ、実際 あそこまで来るにはいろいろ、まあ、取り組みがあったわけですけども、実際その時にですね、まあ、サッカー協会の専務理事としていろいろご活躍された、あるいはご苦労された部分あると思うんですが、まあ、そういうことも含めてちょっと今お二方のコメントを聞いて、そのご感想なり何かご意見あれば、ぜひ平田さんからお話を伺えたらと思います。そうですね、この二人の横さんのお話を伺いながら、はい、あれですね、その女子のスポーツの中でもこう、まあ、二つあるのかなと思ったんですね。例えば女子マラソンとか女子バレーとか、このオリンピックで毎回こう注目されるスポーツっていうのはですね、この1990年代の日本のこのバブルが弾けた時にもですね、あまりこう、なんて言いますか、ちょっと言葉が適当な言葉わからないんですけど、切り捨てられなかったスポーツっていうのがあるんです。ところがこのサッカーを見るとですね、1994年にまあ L リーグっていうのができまして、でそのなんて言いますか、この当時はその日本にサッカーのまあバブル的に急に J リーグができたことによって日本全体がサッカーに人気がありまして、うん、で L リーグにもその、まあ中国とかスウェーデンとかアメリカの素晴らしい選手が揃った、そういう時期があったんですけども、それを支えた、基本的に企業スポーツであった時、あるいはその時に出した日本代表が属してたチームって全部なくなったんですね、うん、もうこれが90年代のこのバブル崩壊とともに亡くなった、この日本の女子サッカー選手の逆に言えばこう活躍の場、あるいは職場、それが全部なくなったってことだったんですね。でその私たちが当時一番苦労したのは、そういうその女子のサッカーというものがこうどん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 衰退していく中で、そのどのようにこうなんて言いますか、反転のきっかけを作れるかっていうところで、まあそれはその普及でありこう勝ちに行くことであったわけですけども、やっぱりこの女子のサッカーということを考えると、そのなんて言いますか、東京オリンピックから連綿と続くメジャーな女子のバレーと、これはもう本当に格段の差があったと思います。で経験しまして、90年代 の, その、日本の経済のバブルの、こうが弾けたとともにですね、女子のサッカーが基本的に企業スポーツからこのクラブスポーツにほぼこう移っていったわけですね、このまあ日本テレビのベレーザっていうやつもこう、もう企業スポーツだったわけですけども、なぜかこの去年世界の優勝する前年にまあ、切り捨てられましたし、でそういう形でこの神戸だとか湯の坊とか、あるいはまあこう、J リーグのクラブチームの女子部になるとかですね、そういう形で企業スポーツという形で今女子スポーツはもう、存在してなくてですね、でそういう意味でこうなんて言いますか、非常に辛いその企業スポーツが切り捨てられた中で女子サッカーを考えたわけですけれども、かえってですね、これからその女子スポーツということの、持続的な発展を考えた時にはですね、まあなんていうか、一つのあるべき姿として女子サッカーが発展できる、そういう地域社会、地域スポーツの中での女子サッカーというものがですね、今こう、まあ、礎ができて、そこでこうなでしこがこうロンドンに行くということなので、だからこのなでしこと他のスポーツというちょっと見方がですね、うん、違うのかなということをまあお話したいのと、あと宮下さんが、はい、エコノミーかそのビジネスかって言われたのであるんですが、あれですよね、その当時2004年にですね、アテネのオリンピックの年に初めて、男女揃ってこのオリンピックに行けたんですね、サッカーはですね、そのこれはもうこれに出れないともう女子サッカー自体がもうなくなるんじゃないかっていう危機感があって、でそれはもう澤選手とかもうみんながもう本当に思ったことなんですね。それでまあその日本ので予選を開催して北朝鮮をこう国立に迎えてこう打ち破るプロセスっていうものをやっていったわけですけども、その時この初めてこの3番人の観客の前で、そしてテレビ中継があってなでしこっていうものをこうやれたわけですけど、実はその時になでしこっていう名前はなくてですね、勝った、予選を突破した次の日のスポーツ新聞の見出しが女も五輪と書かれてるんです。それはどうなのかということで、その
まあ、名前を付けよう、公募しようということで七夕に7月7日にですね、なでしことを発表したわけです。で、その直後に壮行試合をやったわけですけれども、壮行試合の時に、その時ってやっぱりこう女子はそのやっと出れる、でこうマイナーな女子をよろしくねっていうことで壮行試合も最初なでしこをやりまして、でその男子をこう、夜の7時からやったわけですけれども、でまあ、5万人以上のお客様が入っていただいたし、小泉総理も壮行会に来ていただいたりしたわけですけれども、その頃と今と比べますと、この、まあ、こういう場でビジネスのお話をすると申し訳ないかもしれないんですが、うん、やはりこうなでしこジャパンと男子オリンピック代表ということを考えますと、どちらが勝率を取れるんですか、うん、どちらが多くのスポンサーを取れるんですか、うん、ということを考えますと、壮行試合 このそもそも立て付けも逆だったらよかったのかっていうですね、男子を先にやってこう女子を後にやる方がこうテレビ的にはよろしいのかなとかですね、思ったりもしますので、だからビジネスなのかエコノミーなのかってこれ僕分からないんですが、どうしてそうなってるかは、まあそのまだこの2004年に男女同時に出れた時のマニュアルみたいなものを引きずってるような気がしてですね、なんとかそういうことをこうバネにしてなでしこには頑張ってもらいたいなというふうに思ってきました。はい、わかりました。ありがとうございます。平田さん、明日からロンドンに行かれるということで、まあ、間近にそのなでしこの活躍を拝見されるのかなと思うんですが、ただ今お話しあった中でどうしてもその何と言いますか、スポーツとそれからやはりビジネスという部分がやはりちょっと密接に関わってきているという話があったかと思うんですね。で、そういった中でこのオリンピックでもですね、同じようなことがありまして、でただですね、今回のオリンピック、まあ、もう間もなく開幕されるわけですけども、そういった中でですね、ただ一つビジネスとしては2008年の北京五輪から今ではですね、いろんなことがまああったわけですね。例えば2008年の9月15日ですね、もうオリンピック終わった直後にはリーマンショックが起きたり、それからの欧州危機があったり、あるいはまあ、日本で言えばちょっと経済とは違うかもしれないんですけども、まあ、東日本大震災があったりと、で新興国のまあ成長も高まる中、日本の存在感がややこう低下してきているという部分もあります。でそういう中で、まあ、今回のまあロンドン五輪というのは何かちょっとまた非常に広い観点でオリンピックの意義とか、あるいは価値というのをちょっと見直す機会にもなるのかなというふうにも考えております。でそういった中でですね、実際、まあ、そうですね、いろんな場海外でですね、海外交渉もされてきて、あるいはそのスポーツビジネスということも実際大学で今教鞭取られている平田さんにですね、これ今このタイミングで今いろんな世界情勢あります。先ほど、平和の話もありましたけども、まあ、シリアの方で、ま、なかなか厳しい情勢もあります。まあ、そういう中でスポーツのソフトパワーっていう部分も非常に大事になるとは思うんですが、そこら辺このタイミングですね、ロンドン五輪が行われることについて何かコメントあったらぜひお願いしたいなと思うんですが、いかがでしょうか。今世界ってこう非常に秩序が不安な時期じゃないですか。はい。まあ、シリアのことをおっしゃいましたけど、まあ、去年からしてもこの、まあ、こうチュニジアでフェイスブック革命っていうんですか、はい、そしてエジプトでも起こって、そしてこうバーレーンも揺らいで、その中東アフリカ全部こうフェイスブック革命なるものがこう動きつつあるわけですよね。はい。でそれはそのやはりこう今までの、今までのこの権力がメディアを支配して、それで民衆をコントロールする。あるいは軍部が力によってその民衆をコントロールする。そういったそのモデルが、この Facebook、ソーシャルメディア、そういったことによって大きく変わったってことでもあるわけですね。で、そこがその今回その、そういうものっていうものがこう、ロンドンというその平和、ロンドンというところはこう、まあ、中東でもアフリカでも一つのこのハブになる場所ですけども、でこれはその
なんて言いますか、ロンドン自体がこう今危ないぞっていう情報もあったり、うん、あるいはそのこの、このなんて言いますか、ロンドンという場所がその新しいその展開をこのオリンピックということによってですね、次のこの都市の発展を目指すということもあるわけですけども、まあ、私はそのこの時期のオリンピックというのは非常にその世界平和というのもまた位置づけがこう変わってきていると思うんですよね、うん、このスーパーパワーとのこの二極分の対立の構造が変わって久しいわけですけども、 それは軍事の対立が終わって、あるいはその後に来たのがこう経済力の対立みたいなのがあったわけですよね、うん、あるいは人口が多い国が選んだとかですね、うん、この経済力の強い国が多いとか、うん、あるいは国土の広いところが偉いんだみたいなところがあったわけですけども、それはもうその軍事の力でも経済の力でも国土の力でも人口の力でもなくてですね、次何をこう地球上で自分の存在を示してですね、そしてこう地球に貢献できるかっていう時に、それがこうソフトパワーだと思うんですね。でそれをこう、このなぜロンドンが面白いかっていうと、その民衆のパワーがこのソーシャルネット、ソーシャルメディアによってこう発揮しやすくなった場でですね、どのようにこうソフトパワーというものがこう、世界地球上の民衆にこう、うん、なんて言いますか、こう刺さっていけるのかっていうところ、それがその権力トップの権力だけがこう一つのこう情報独占、軍事独占、経済独パワーの独占によってやられた地球と変わった、手から初めてのオリンピックだと思うんですね、うん、だから僕はそういう意味でこう非常にこの意義の深いオリンピックだというふうに考えています。 ありがとうございます。非常にその今回はロンドン五輪を契機に、やはりソーシャルメディアの役割がより増すんではないかという話があったと思うんですけども、先ほど冒頭のコメントでも、はい、やはりその今回のロンドン五輪を契機に選手と一般の方 その双方向の情報のやり取りっていうのが非常に大事だという話があったと思うんですが、今の平田さんの話を伺って、まあ、お二人陽子さんいらっしゃいますけども、はい、陽子さんはどう思われますか、はい、そうですね、今平田先生がおっしゃったそのソフトパワーがどうこう刺さっていくかっていうところがすごく私の中ではあっと思えるなんかキーワードになったんですよね。まあ、その我々がそのた、まあ、我々がすいませんついなんか元気の気持ちにいつも戻ってしまうんですけども、そのプレーをしている時、まあ、もちろんメディアのこれまで そのメディアの、あり方伝え方で本当にこれを伝えてもらいたい、これを伝えてもらえてよかったと思えることもたくさんあったんですけれども、もっとこういうことも伝えてもらったらよかったのにと思えることもあったんですね。でその選手自身がその直接自分の言葉でこう発信してその受け取り手とやっぱりその双方向のまあコミュニケーションがこう可能になってきたっていうことでいきますと、限りなくそのアスリートがどういうことを考え、どうオリンピックに臨んでいるのか、その結果どういう方向に行ってほしいのか、何を訴えたいのかっていうのが結構こうダイレクトにこう多くの人にやっぱり刺さっていくっていうことがあると思うんですね、うん、それが人をこうどう動かしていくか、大きなもしかしたらうねりが生まれるかもしれないとか、うん、そういったこう可能性を感じさせられるんですよね、うん、非常にそこにもう期待も寄せていますし、はい、楽しみですね。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。そうですね、なかなか今までの既存のメディア、まあなかなか時間もあってですね、本当に限られた部分しか報道されてない部分もあるので、はい、そういった意味でそれをしっかりフォローして、まあ、本当に真実を伝えるというか、そういうことがちょっと大事になってくるのかなという感じはしますけども、うん、 そういった中でいかがでしょうか。今お二人からこういう話があってですね、今回の、まあ、ロンドン五輪、はい、まあ、ちょっと幅広く今その開催意義とか効果っていうのを、うん、お話しするんですが、はい、いかがでしょうか。まあ、意義っていうのは先ほど平田さんおっしゃったようにオリンピックはまあ平和運動ですのでね、非常にこう世界中が緊張状態ある中で、開催するのは非常に意味があることだと思います。それから先ほどから出ております SNS に関してですけれども、まあ、そうしたものも含めて、IT 化が非常に進んでいるわけですよね。
それで通常はですね、もう地上波で番組を今まで番組を通してみんな好きなスポーツ種目をですね応援してきたかと思うんですが、残念ながらマイナースポーツと言われるものは、テレビでは見られない。ところが今回はですね、インターネットで生中継をするそうで、まあ、延べ、1000時間生中継するということだそうですね。ですから今まで本当に応援しているのになんでテレビで見られないのと思ってた、本当のスポーツファンがインターネットで応援できるというのは非常に素晴らしいと思いますし、それから私はいつもオリンピックの開会式をずっと見ているんですね。そうするともうその国の国威発揚そのものやりすぎみたいなね、本当にそういう印象も受けるんですが、演出的にやはり IT 技術を駆使したものが行われて、まあ、トリノオリンピックもそうですしね、それから、まあ、3D を使った演出出てくると思うんですけれども、そうしたその IT 技術の非常なその進化がですね、オリンピックを核にまたさらに進歩していくんじゃないかなというふうに思って、そういう面を非常に注目しています。まあ、よく戦争があるとね、技術があっとこう進歩するってあるんですが、まあ言い方は良くないんですけれども、まあスポーツの戦いの場、4年に一度それにめがけていろいろなその開発しているメーカーがですね、最新技術を投入したもので、晴れの舞台でいろいろとその舞台を支えていく、まあそこの部分を私は非常に注目しています。そうですか、ありがとうございます。オリンピックが、まあ、いろんな、まあ、契機になるという話があったと思います。まあ、一つは非常にスポーツとメディアの関係ですね。それから今スポーツとを通した、まあ、選手と一般の方の関係ですね。であと最後三谷先生のお話にもありましたけども、 まあ、ある種そのいろんなスポーツビジネスを支える産業があるわけで、そこで4年に一度に新しい技術とかそういう革新があるという話があったと思います。でそういった中で非常にロンドン五輪が、まあ、開幕が楽しみになるわけなんですが、そういった中で我々日本人としてはですね、もう一つ気になる動きがあります。それは、今東京都がですね2020年のオリンピック招致に向けて、まあ、いろいろな活動を始めています。でただですね、まあ、前回2016年の、まあ、立候補もしたんですが落選しておるわけですけども、まあ、その一つの理由としてよく言われるのが、なかなかそのオリンピック招致に対する支持が集まらなかったということが、あったと。でそういった中で、まあ、今回また2020年も、まあ、同じ課題にこう直面するんではないかという感じもするんですけども、そういった中でこれからですね、実際、まあ、今いろんな幅広なオリンピックの開催の意義あるいは価値というものをお話しいただいたんですけども、今後ですねこの東京でオリンピックをやるということにちょっと話を持ってきますと、まあ、なかなかその例えばオリンピック招致はいらないんじゃないかという方も実際中にはいる中で、どういったところをですね、これから例えば東京都というのはアピールしていったらいいのかなというのは素朴な疑問としてあるんですけども、この点先生方いかがでしょうか。何か、いいですか。じゃあ三谷さんからお願いします。はい、2020年のオリンピック中ポツパラリンピックというふうに、ね、パラリンピックがついているんですが、まあ、報道とか、まあ、テレビなんかで見る限りはですね、いつもパラリンピックは添え物のような印象を受けます。で石原都知事、まあ、招致の主要な方と主要な選手たちと、こちら前の方にですね車椅子の選手がいらっしゃいますけどね、その東京招致に関してパラリンピックの開催を通して何をどうするかというメッセージが一つもないことが私には非常に不満なんですね。それでパラリンピック、オリンピックとパラリンピックを同時にその都市で、まあ、同時期に開催したのはバルセロナが初めてなんですね。でバルセロナオリンピック、その当時 IOC のサマランチ会長なんですが、まあ、お膝元の
そのバルセロナでパラリンピックが成功しなければオリンピックは成功したと言えないという、強いメッセージを出しまして、でパラリンピックの方は当然車椅子であったり、まあ、いろいろ体にハンディキャップを持っている方ですが、バルセロナの街は、そのパラリンピックの開催を通してバリアフリーの街になったそうなんですね。私はちょっと行く機会がなかったんですが、ですから車椅子の方が自由にバスに乗れる、いちいち日本はですねバスに乗ろうとすると運転手さんが降りてきて、まあ、東京の場合ですけどずるずると板を出して、押し込んでもらって、その移動しないようにポールのところに何か巻いて、で運転手さんはまた板を奥にしてですね、それで運転席に戻って、スタートするというね、そういうことをいつまでやってるのかなというふうに思います。で車椅子を、ね、使ってらっしゃる方 の話を聞きますと、本当にバルセロナ、まあ、大会パラリンピックに出られた山崎康弘さんという、まあ、水泳の選手、よくお話しするんですけれどもね、で去年の山口国体、国体でも国体とですねその後に障害者の方の大会がワンセットで行われるようになってるんですね。で去年山口県で開催したんですが、山口県 その障害者のための大会で出場しようとするある、まあ、京都の選手の方、女性の選手ですけどね、まあ、行こうと思うとですね、山口県内に、その車椅子で泊まれるホテルが一室もない、一つもない、うん、でどうするんですか。それはお手伝いする方がいらっしゃるので、どこにでも行ってお手伝いしますよ。ところがその方がじゃあ普通のホテルに泊まったとすると、普通ホテルはお手洗いトイレ開けるバスルーム開けるとなんかこう仕切りみたいなのがあって、普通の人はまたいで入りますけれども、車椅子の人はまたいで入りませんよね。そうすると女性の場合にですね、お手伝いしてくれる方が男性になんかこうね、トイレに入るたびにお手伝いの方になんかこうバスルームに入れていただくんだ、そんなことはできないというので、彼女はその辞退しようとしたそうですが、たまたまその宿泊施設ではなくて、研修センターというのが山口市内にあって、そこの研修センターの宿泊施設にはバリアフリーで車椅子でも泊まれるということで、そこでなんとか手配して出場できたそうですけれどもね。ですから日本の場合にはですね、長野の東京オリンピックの時もパラリンピックやりましたけれども、その大会のために整備したスロープは大会が終わった後全部撤去した、何をしてるのかというね、これが本当に問題だと思います。ですから東京オリンピックもちろん招致して、若者に、世界のトップのね、スポーツを見て生で見てもらう、身近に感じてもらう、とても素晴らしいことですけれども、うんうんうん、それを通じて東京の街が、世界最先端 そのバリアフリー の高齢者も身体障害者も住みやすい街のなんかモデルを作るとかですね、うんうん、でそれをその、まあ、日本が持つ最先端の技術で、他のお金のない国も真似できるような、うんうん、あんまりそのお金をかけてっていうんではなくて、なるべく工夫に工夫を重ねて、他の国も参考にできるような、そんな街づくりのきっかけにしてほしいなというふうに思います。 ありがとうございます。今の話は、まあ、そのハンディキャップを背負われている方とそうでない方がある中で、まあ、なかなか東京というのは世界都市ではあるんですけども、居住環境がなかなか整備されてないという指摘もある中で、まあ、それが一つ改善されるきっかけになるんではないかという話ではなかったかなと思いますけども、今のお話を受けていかがでしょうか。なんか他に感じる点や、あるいは今の三谷さんの話を受けて思う点とかあればお話を伺いたいと思うんですけども、じゃあまず陽子さんからお願いします。はい、ありがとうございます。私は前回東京で行われた東京オリンピックの時にはまだ生まれておりませんで、どちらかといえば当時出場した方たち、あるいはその周りの方たちのお話を伺いながら、その東京オリンピックっていうのはどういうふうに開催にまあこぎつけ、そしてまあ大会が行われていったかということをこう聞いた時にですね、こう今とのもう時代背景というのはもう大きな違いがあって、
そして今度その招致をするにあたって、我々もその元オリンピアンとして、どういうふうにそのオリンピックの良さ、オリンピックをぜひ持ってきてもらいたい、自国開催ができるその場で、プレーができるということがどれだけ、アスリートにとってもありがたいことかということと、それプラスそれをこう取り巻く環境にとっても、いいというふうに思っていただけるようにすることがですね、どうしたらそういうふうにできるだろうかっていうのをやっぱり考えさせられるんですよね。もちろんいろんな、例えばそのインフラ整備につながったりであったりとか、その経済効果を生んだりとか、そういうことももちろんあると思うんですけれども、今のその日本の時代背景というものを考えたときに、その個々のこの生きる力の強さっていうんでしょうかね、私もあの子どもたちを、コーチする機会がすごく多いんですけれども、やはりその中で、親御さんたちもそうなんですが、その生きるたくましさ、もちろんその技術良くなってほしいとか体が丈夫になってほしいということもあったりするんですけれども、その精神的強さですよね、非常にこう社会っていうのはこう不平等で、そして、生きるのにとても難しいところだと思うんですけれども、そういう中でもどうやって生き抜いていくかっていうことをですね、なんか求められている、その力強さがなければやっぱり、生き残っていけないっていうのが、あるんじゃないか、そこを皆さんこうスポーツの中に何かそれをこう身につけられるんじゃないかということを皆さん期待すると同時に見出していこうとしてるんじゃないかという気がするんですよね。私たちもその、実際にオリンピックのこう舞台でこう戦う時にですね、もちろんいろいろ環境は整えていただきますけれども、平等のそのスタートラインで、戦うわけではないんですよね。いろんなそういう不平等性の中でそれでも頂点にこう立つためにはどうしたらいいだろうかということをもう探って探って、それをこう勝ち取っていく、掴み取っていくということを、その作業の繰り返しなんですよね。おそらくそのアスリートが、精神的たくましさがあるスポーツをすることによってそういうことが培われるというふうに思っていただけるのであれば、おそらくそういう作業から生まれたものだと思うんですよね。ですのですごくこう抽象的なことになってしまうかもしれないんですが、そういったものをこうスポーツをまず通じてですね、伝えていくことができるようなことを、特に、元オリンピアン、あるいはその現役の選手がですね、現場から何が発信できるかということを、発信し続けて、そのオリンピックの招致にぜひこうつなげて、いけるようにしたいなというふうに思っています。ありがとうございます。ですか、どうでしょうか、今のお二人の陽子さんの話を受けて、平田さんの考えっていうのは。いや、すごく勉強になったんですけど、やっぱり僕らオリンピックに2020年立候補してるわけですけど、僕思うんですけど、結果だけが大事なんじゃないと思うんですよね。この招致運動ってか、なぜ立候補してるって、このプロセスがですね、すごく大事だと思うんですよね。で、前回は負けたかもしれないんですけども、その世界の中で東京が立候補してるんだっていうことは知ってるわけですよね。で、僕らだってそのバクーっていう街がその立候補してアゼルバイジャンっていうんですけども、そのすごく僕自身は仕事で関わったので、そのアゼルバイジャンという国をよく知ってますけど、その立候補してるバクーってなんだろうっていうふうにですね、世界中の人みんな思ってると思うんですよね。だからそういう意味でこの東京って何のために今これ出てるのかっていうことをですね、知ってもらうだけでもすごく大きな意味がありまして、僕もちろん東京に来てほしいですよ。来てほしいんですけど、そのプロセスも大事だということだと思うんですね。で、そのプロセスで次に何を言うかってことなんですが、僕はそのゼッターランド陽子さんの言うことってものすごく僕は日頃から思っていることで、今そのオリンピックって、この僕らはそのなんて言いますか、経済大国になったからやりたいとかですね、日本をこのある程度地球の中でこう、なんていうのかな、一角の国として見られたいからやりたいってことじゃないと思うんですね。で、次にこの僕らが目指すのって、結局その世界平和っていう非常に大事なんですけど、平和の概念っていうのがですね、この戦争するだけが平和、しないことだけが平和っていうことからだいぶこう変質してきてると思うんですね。で、それはそれは国同士の戦いから経済の戦いから、そういうことじゃなくて、ソフトパワーの時代における平和って何だろうってことでもあるんですけども、で、結局その日本においてはまだこのいじめで自殺したり、その地域社会に平和なんてまだないわけですよね。
でこれをその日本は平和な国だからというのかどうかっていうとこ自体がこう全然違うと思うんですね。だから子供の生きる力本当にそうだと思うんですね。だからそこをこうそういったところで地域における平和で、それは人種差別ということももちろんこの、海外においては特に含めて、日本においてもその人種差別をどう考えるのか、あるいはその子どもの、まあ、平和生きる力どう考えていくのかということを含めて、この新たな日本のこの何て言いますか、世界に訴えたいことというものをですね、この言っていくそのプロセス自体がですね、僕はすごく大事だと思うんです。でそこをぜひこうなんか皆さんが思ってくれたらいいなというふうに思うんです。あともう一つ、あの、はい、三田先生のこのパラリンピックって大事なんですよね。で僕も佐藤真美っていう選手が僕の大学にも来てまして、すごくこういつもそう思うんです。でこれはそのちょっとあの関係者に怒られるかもしれないですけど、活字にするとオリンピックパラリンピックってスペースが取りすぎるんですよね、うん、でそのかつ僕らもオリンピックそれからパラリンピックってこう非常にこう交互で言うのにすごく取るんで、なんかオパラリンピックとかですね、なんかこう造語を作っていただいてこう両方があるんだよっていうことをですね、どっかでこう誰かこうメディア的な方が2つの総称としてオパラリンピックとかですね、なんかそんなことをこう、あるいはオートパーラを取ってリンピックとか言うとかですね、なんか誰かがそういうことを開発してくれないとそういうメッセージが伝わらないような気がしております。ありがとうございます。私も今いろいろ話を伺ってて、まず今日のタイトルですけども、オリンピックが考える日本のスポーツビジョンというのをちょっとあのパラリンピックと言えなかったのは大変反省なんですが、まあオパラリンピックですか、そういうのちょっと何がうまくですね普及活動 PHP としてもなんかできたらいいのかもしれないですね。まああのもともと弊社の創設者で松下幸之助もあの繁栄を通じた平和と幸福をということで PHP とおっしゃってますんで、まあ、そこら辺しっかり私も活動としてやっていきたいとちょっと思っております。で、あの、まあ、いろいろお話を伺ってきたんですけども、ちょっと時間の方がそろそろ来ている中でですね、あのまとめの方に入らなきゃいけないんですけども、どうでしょうか。あの、まあ、今いろんな話がありました。あの障害者の方とそれから、まあ、一般の方との壁を取っ払うとかですね、あるいは、まあ、世界平和の構築、それから、まあ、日本の中のまたいろんな、まあ、平和的でない部分ですね、そういったところを、まあ、スポーツというのが一つ突破口になるのではないかという話がいろいろあったと思います。ただそういった中でですね、あの、なかなかそれが日本全体で共有されにくい部分も、まあ、出てきているのかもしれません。で、じゃあそれを突破するには、まあ、一つオリンピックというのがあのきっかけになるかもしれませんが、でその中で日本政府としてはですね、あのシートの4がちょっと出ますかね、あの、まあ、ちょっと行政の話になりますけども、あのこの3月スポーツ基本計画というのが出まして、まあスポーツを通じて目指す社会の姿ということで、これは文科省の方から出されたものですね。で、スポーツを通じて全ての人々が幸福で豊かな生活を営むことができる社会と、まさにあのこれが実現できればいいんですけども、あのこれどうしたら一体いいのかということが、まあ課題になります。で、ただあのこの1、2、3、4、まあ、それぞれ非常に大事なテーマが上がっていると思いますが、なかなかちょっと、幅広いテーマでして、あのちょっと我々のちょっと私としてはピンとこないかなという感じはしております。でそういう中で、まあ、一つの事例としてご紹介なんですが、次のシートが見れますかね。はい、例えばこちら日本サッカー協会の、まあ、約束ということで、2015年にはこうあるべき姿ということが、あ、まあ、これサッカーに限ったことですけども、あのちょっと書いてあります。で、まあ、2つ2015年までには達成しようよということで、あの訴えかけておりまして、まあ、1つはサッカーを愛する仲間、まあ、サッカーファミリーが500万人になるということ、それから日本代表チームは世界でトップ10のチームとなるということですね。
まあ、なでしこはもう世界一になったという意味ではこれを達成